海の見えるアトリエで作品作りに勤しむのは伊東市の切り絵作家三枝彩子さんです。こういう型紙があってこれを切っていくんですね。三枝さんは伊東市に生まれ東京のデザイン会社に就職、10年ほど前から活動の場を地元に移して切り絵を中心に伊東の魅力を取り入れた作品を数多く制作しています。今回紹介するのは帆船をモチーフにした豆船モビール。伊東は洋式帆船が初めてできた土地なので、そういったモチーフのお土産物があったらいいなと思って。伊東は三浦按針が洋式の帆船を日本で初めて作った場所として知られています。作品はその帆船が優雅に海に浮かぶ様子をイメージしました。材料はなるべく自然のものを使います。帆の部分は厚手の紙で、船底は落花生の殻です。落花生は伊東で採れた伊東の萩原農園さんが作ってくださった落花生です。紙粘土に帆を刺して完成です。糸で吊るすと素敵なインテリアに。自然素材って心が癒されるというか、なんかずっと飾ってても飽きが来ないのでいいかなと思って。三枝さんの作品は市内のホテルや観光施設で販売しています。この豆船モビールを自作できるキットもあり注目を集めています。コロナ禍でおうち時間を過ごすのにいいと買い求める人が増えているというのです。三枝さんに教えてもらいながらお友達に作ってもらいました。難しくなく、でも自分でやった感があるっていう感じ。おうち時間の癒しになると思います。一つ10分ほどで出来上がりました。揺れてる感じがとっても癒されます。おうち時間が充実しますね。ぼーっとする時間大事ですよね。そうです、なんかちょっとほっとできるね時間がね、できるといいなって思います。制作っていうのは上手い下手に関わらず、どなたにとっても心が癒されるものなので、こう家で閉塞感なんか感じた時とか、ちょっと癒されたいなっていう時にぜひね、手を動かして気晴らしに作っていただけたらなって思います。地元の歴史に思いを馳せながらゆったりとした時を過ごせる一品です。